6600形は、かつて日本国有鉄道の前身である鉄道院、鉄道省に在籍していた旅客列車牽引用のテンダー式蒸気機関車で、元は日本鉄道が1897年にアメリカのボールドウィン社から輸入したものである。日本唯一の 4×4× アトランティック型車軸、配置を持つテンダー機関車として知られる。日本鉄道が海岸線開業用に用意したもので、常磐炭田から産出される熱量の小さい低質炭を燃料として使用することを前提とし、ボイラーの過失を駐輪場に置くことで飛行士面積を拡大することを目的としたものである。この設計思想は同時期に輸入された日本初の帝型車軸配置を持つ9700型と共通し、スタイルも同調している。単水車は2軸ボギー台車を2組持つ4軸式である。メーカー種別では10から2614C。本形式は24両が製造され、日本鉄道では PBET2 小型と称された。このうち506兆5085億1051万7529の5両は、さらに過失の幅を広くした、運転過失に改造され、電熱面積が拡大されている。1906年、日本鉄道は国有化され、本形式も間接鉄道に席を移した。しばらくの間は、私鉄時代の形式番号のまま使用されたが、1909年に制定された、鉄道院の車両形式称号規定により、6600型に改められた。この際、運転過失を持つ5両は、末尾の6619から6623とされ、残りは、9番号順に6600から6618とされている。1913年には、盛岡工場で、運転過失の6619が、通常の高過失に改造されている。使用は一貫して、常磐線で、水戸、平、原の町、一関湖に配置され、旅客列車の牽引に充てられたが、国有化後は、加熱式の高性能機関車の登場や、使用石炭の均質化により、高過失は重視されなくなり、1925年4月、及び5月に全車が廃車された。そのうち8両分の単水車は2両ずつ1組にして、30トン。積水運車、オミ310型とされ、1952年まで在籍した。の前は6600から6618、あとは6619から6623の諸元、金田茂弘は、次著、日本蒸気機関車史私設鉄道編Iで、運転過失とするのは誤りで、燃焼室付き過失であるとし、これは、ボイラーの諸元からも明白であるとしている。ありがとうございます。